プレーナンバー3の3、三重、セカンダウン4、ボールオン自陣36ヤード。ランディマック25番、ハンドオフから左オフタックルを突き、約2ヤードのゲイン。プレーナンバー3の4、三重、自陣38ヤードからサードダウン2。中央へのランプレー、キャリアは16番。しかしこれは佐藤建設アジャストし、ノーゲイン、フォースダウンとなります。プレーナンバー3の5、三重、フォースダウン2、パントフォーメーションを選択します。パンター12番。佐藤建設2番がリターン。佐藤建設陣40ヤード付近でボールデッド、攻守交代です。プレーナンバー3の6、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣41ヤード。ランディマック9番、左オープンを突こうとしましたが、これは三重がアジャストし、約2ヤードロス。プレーナンバー3の7、佐藤建設、自陣39ヤードからセカンドダウン12。パス成功。クォーターバック15番、ワイドレシーバー12番にパスを通し、約7ヤードゲイン。プレーナンバー3の8、佐藤建設、自陣46ヤードからサーダウン5。ファーストダウン。ランニングバック9番、ハンドオフから地を突破、味方タックルを利用しそのまま突進、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー3の9、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン相手陣45ヤード。クォーターバック15番、ワイドレシーバー2枚のヒッチパス。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。
先ほどのフラッグは無効です。反則はありませんでした。したがってセカンドダウン12になります。プレーナンバー3の10佐藤建設、相手陣47ヤードからセカンドダウン12。ナイスラン、ファーストラン、ランニングバック2番、ドロープレーにより地を突破、そのまま相手ディフェンスを縫うように走り抜け大きくゲイン、ファーストラン。プレーナンバー3の11佐藤建設、ファーストダウン2ゴール、残り9ヤード。タッチアウト、何は9番ハンドオフから中央突破、デイライトで相手タックルをかわし、そのままエンドゾーンに駆け込み、タッチアウト。佐藤建設6点獲得。プレーナンバー3の12佐藤建設、トライ4ポイント、2ポイントコンバージョン、2点を狙いに行きます。ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点が獲得できます。2ポイント獲得。クォーターバック15番、プレーアクションから左へネイキッドでラン、パスを投げると見せかけ、そのままエンドゾーンに駆け込み、2ポイント獲得です。佐藤建設スタンディングベアーズ24点、三重ファイアワード0点。プレーナンバー3の13佐藤建設キックオフ、キッカー83番。三重リターン81番。ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。リターンチームの反則です。背後からの不正なブロック、キックオフのリターンの際に後ろからブロックしました。この反則はウォーターブレイクの後で施行されます。
プレーナンバー3-14、三重ファーストダウン10、ボールオン自陣18ヤード。フルバックのダイブプレー、キャリア11番、ゲインは約3ヤード。プレーナンバー3-15、三重自陣21ヤードからセカンドダウン7。中央へのランプレー、しかしこれは佐藤建設アジャスト、約1ヤードロス。プレーナンバー3-16、三重自陣20ヤードからサードダウン8。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック9番、ワイドレシーバー81番にパス、81番キャッチアンドランでファーストダウン。プレーナンバー3-17、三重自陣29ヤードからファーストダウン10。佐藤建設ナイスディフェンス。三重オプションプレーでしたがピッチを読まれ、ランニングバック25番大きくロス、セカンドダウンに変わります。プレーナンバー3-18、三重自陣24ヤードからセカンドダウン15。クォーターバック9番、パスを投じようとしましたがプレッシャーから左へ流れそのまま外へ出ました。サードダウンに変わります。プレーナンバー3-19、三重自陣26ヤードからサードダウン13。クォーターバック9番、再び自らのランで突破しようとしましたがこれは読まれノーゲイン、フォースダウンに変わります。プレーナンバー3-20、三重フォースダウン14、ボールオン自陣25ヤード、パントフォーメーションを選択。パンター12番。このパントを佐藤建設はフェアキャッチ。佐藤建設陣45ヤード付近からの攻撃と変わります。
プレーナンバー3の21、佐藤建設ファーストダウン10、ボールオン自陣44ヤード。何は9番トスを受け左オープンへのスイーププレー、約8ヤードのゲイン。プレーナンバー3の22、佐藤建設相手陣49ヤードからセカンドダウン3。佐藤建設ファーストダウン、フルバック33番ダイブプレーにより中央突破、ファーストダウン獲得です。ここで第3クォーター終了です。第3クォーターありまして、佐藤建設スタンディングベアーズ24点、三重ファイヤーバード0点、攻守方向入れ替え第4クォーターに移ります。